こんにちは、スタルケルです。今回の動画は仮面ライダーギーツの新しい商品の情報が公開されたということで見ていきたいと思います。でただね、ちょっと注意点あるんですけれども、今公開している映画の仮面ライダーギーツリバイスムービーバトルロワイヤルっていうね、こちらのネタバレがね、どうしてもこの商品に出てきちゃうんで、ネタバレが嫌だよっていう方、この映画見る予定あるよっていう方は一旦動画を止めた状態で映画を見てきてから、もう一回この動画ね、再生していただければなと思います。それでは見ていきましょう。まずは、こちら、なんとデラックスパワードビルダーバックル&ギガントバックルセット、これ映画のに登場する仮面ライダーシーカーが使う、バックルですね。なんとこれが一般発売されますね。5390円税込みで、12月27日4日後、めちゃくちゃ早いということで、はい、なんとこれ一般発売。まあね、ビジョンドライバーが、まあめちゃくちゃギミックすごくて、まあ1万円超えっていうことで、まあきっとこっちの方がね、値段とか的にも一般発売しやすかったんだろうなとは思いますけれども、まあ一般発売するからにはきっとこのギーツが劇中で普通に映画以外でね、使うんでしょうね。映画ではギーツ全然使ってませんでしたけど、はい、このギーツの世界で結構バックルって誰でもね、使ってるんで、きっと、まあ、出てくるのかなと。シーカーが出てくるかは分かんないですけど、うん、出てきそうですよね。はい、まあ、ということでこれが一般発売しますよっていうところが一つ。そしてこちら、なんとプレミアムバンダイで仮面ライダーシーカームービーバトルロワイヤルセット発売します。いや、もうこのリボルブチェンジフィギュア大好きなんですよ。でこれめちゃくちゃ嬉しいね。はい、で、はい、見ていきましょう。うわ、めちゃくちゃかっこいいんですよね、仮面ライダーシーカー。はい、なんと3つの大型武器、ギガントウェポン、ギガントソード、ギガントハンマー、ギガントブラスターが付属するって、しかもちゃんとね、でかいんですよね、 100mm っていう。はい、で、はい、こちら装甲が変形可動サブアームに展開っていうことで、これ劇中で結構 CG とかでこうガチャガチャ動いてたんですけど、いや、これなんか商品になった時オミットされそうだなみたいな、ここ固定されるんだろうなって思ってたら、ちゃんとこれ稼働してくれるっていう、嬉しいですね。劇中だとこのギガントウェポンをここに持たせて使ったりしてましたけど、まあ、そこはちょっと保持力の問題で厳しそうではありますね。はい、で次こちらね、これすごいんですけれども、なんと、まあ、もちろんリボルブチェンジフィギュアなんでリボルブオンすることができて上下入れ替えるんですけれども、これ劇中でね登場してないんですよね、このこっち側のフォーム。はい、このなんか青い、胸に青いのがついてるこっちのフォームね、出てきてないので、これをこう再現できる、再現というかね、ガングオリジナルになるのか、それとも今後テレビでなんか出てくるのかは分かんないですけど、これできるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。そして、こちらもちろん他のね、マグナムブースト以外、まあ、何でも、はい、こうやって組み合わせることができると、この赤で合わせてんのね、めちゃくちゃかっこいいですね。でしかもこのギーツの時はちゃんとこう変わるらしいですね、顔が、っていうところもちょっと細かくて面白いですね。はい、あー出ました。はい、仮面ライダーリヴァイ&バイスの映画登場フォームにもできる、もう書いてあってる、この映画登場フォームってね。はい、なんとこのまあこのビートとモンスターは、まあ、別売りなんですけれども、別売り商品のって書いてますね。このリヴァイとバイスのこのヘルメットがね、なんとリボルブチェンジ用のやつがついてくると、これね劇中で登場するやつですね。はい、ゲームマスターからこのね、デザイアドライバーこうもらって、でエースからこのビートとモンスターバックルもらってこう変身するってやつなんですけれども、これが再現できるの嬉しいですね。はい、うん、で見ていきましょう。値段4950円税込み。はい、で
これのお届け日が2023年5月発送ということで、結構長いですね。なんかこういうのでありがちなのが、この映画始まった時はもうめちゃくちゃこうね、モチベーションあってこう買うけど、こう届いた時、おーおーみたいな、こうあれ、あ、こう買ってたなみたいななっちゃうみたいな、ね、あの状態結構起こりうるんですけれども、まあテレビとかでね、こう技術が使ってくれればね、はい、なんかまあまあいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ、ちょっと僕が気になっているところがあるの、あるとすれば、この前ね、プレミアムバンダイで、発売決定ってなってた、この、パンクジャックのとナーゴのこのセット、これのね、あの発表がまだ来てないっていうところ、02ですよ、 PB02 よりも03の方が早く発表来ちゃったっていうところ、これ気になってます。いや、これいつ発送されるんだろうっていう、まず予約開始がいつされるのかっていうのと、発送がいつなのかなっていうのがめっちゃ気になっておりますね。はい、というところね、気になってます。で、あとこのね、あのリボルブチェンジフィギュアといえば、まあ、あのこちらね、あの、まあ、ゾンビと忍者もそうですし、まあ、あのこのマグナムブーストもそうですし、この、モンスタービートもそうなんですけれども、フィーバーが存在しちゃってるから、絶対僕は2個買い しているんですよね、全部で、今回、まあ、劇中ではなかったですけど、これもこの上下リボルブオンできるってことは、まあ、2個買いすることで、まあね、こう上このパワードビルダー A で、下もパワードビルダー A みたいにすることもできちゃうってことで、これは2個買いしちゃうかな。で、これだってソード2個持ちとかもさせられるわけですよ。いやー、このリボルブチェンジフィギュアのね、これちょっとうまいですね、この商品仕様ね、これ2個買いできちゃうもんねっていうところね。はい、僕は2個買いすると思います。4950円、普通のリボルブチェンジフィギュアが、まあ、3960円なんで、ちょっと1000円ぐらい高いんですけれども、まあこうラインナップとか見ると、だいたいボディ2つにメット2つで武器っていうのが入ってるんですけど、今回のがボディ2つで、武器が、でっかい武器3つで、ヘルメットが3つで、さらにあの交換用の頭部1つってことで、あの結構こうあのね、普通のよりもボリュームアップされてて、まあ、1000円アップなんで、まあ、そこまでこうあのおかしい値段ではないなというところ、はいはい、なので、まあ、全然ありなんじゃないかなと思いますね。特に映画見た人とかだったら絶対これは欲しくなるんじゃないかなと思います。このリヴァイとこのバイスのね、メット欲しいね。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じかな。はい、まあね、この、まあ、00のこのエントリーボディとの01ね、来ましたけれども、02がまだ来ずで、03発表されました。結構リボルブチェンジプレ版多いですね、こう見ると。今のところだってあのマグナムブーストと、まああと一応あのバイクで、このね、忍者とゾンビっていうのは一般ですけど、でテレビ見てる子たちはね、このこのね、パンクジャックナーゴとかこういうのとか、まあ、ここら辺はまあいいかもしれないけどね、まあ、結構ねプレ版多いなっていうところがありますね。まあ、しょうがないと思うんですけど、昨今のね、事情的に。はい、まあ、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。この映画ね、見たよって方はぜひコメントとかで、あの感想などもね、ぜひ言ってください。個人的にはこのね、あの王者とか、本当にかっこよかったなと思いますね。ちゃんとそれぞれストーリーが結構ちゃんとね、この龍騎もリヴァイスもギーツも、特に結構リヴァイス濃かった気がしますね。はい、っていう感じで良かったなと思うんで、はい、皆さんも何かコメントあればよろしくお願いします。ということで今回の動画がいいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。